はい、どうもこんにちは、むかげです。というわけで今日の動画は、僕がここのところずっと使っているこの室内用のカメラ BMPCC4K について、使い始めてね、2ヶ月ぐらい経つんで、その感想や使用感っていうのを述べてみようと思っています。というわけで、2021年の12月頃にこの BMPCC4K っていうのをこの室内用のカメラ、メインカメラとして使い始めて、それまではね、僕はソニーの APS-C カメラっていうのを、この室内撮影では使っていたんですけれども、やっぱりシステムがガラッと変わったっていうことで、最初は戸惑い等はあったんですけれども、やっぱりこう2ヶ月も使ってくると、その特徴っていうのがね、だいぶこうつかめてきたところなんで、今日はねその辺をまとめてご紹介してみようと思います。でね、まずね、最初にね、結論っていうのを述べてしまうと、この BMPCC4K 2ヶ月使ってみてね、本当に心から思うのは、こういったね、こう室内撮影で本当にね、こう最高のカメラだというふうに思っています。で、今日はね、その理由っていうのをね、こう5つぐらいにまとめてみようと思っています。で、このね、BMPCC4K っていうのは、この室内撮影に最適だと思われる、最大の理由、一番の理由っていうのは、やっぱりね、このイメージクオリティなんですよ。この画質なんですよね。で、この BMPCC4K っていうのは、センサーサイズ的に言うと、マイクロフォーサーズということで、例えばこれまで僕が使っていた APS-C であったり、フルサイズなんかと比べると、だいぶセンサーサイズっていうのは小さくなるんですけれども、その点を十分に考慮したとしても、あまりあるぐらいのね、画質の良さなんですね。例えば僕の場合、この室内での撮影っていうのは、こうレビューなんかをすることがありますけれども、こうやってじゃんと商品なんかをね、紹介するときっていうのは、この画面っていうのをクロップしてクローズアップしたりするんですけれども、そうしてもね、正直あまりね、画質の落ちっていうのを感じないんですよ。やっぱこの点ね、使い始めるときっていうのは、こうマイクロフォーサーズっていうこともあって、例えばこう固定カメラで使っているときなんかっていうのは、画面をこうトリミングしたりするんで、そういった際には結構画質が落ちるのかなというふうに思っていたんですけれども、個人的にはその心配っていうのはほとんどなくて、あのレンズのズームっていうのを使っているわけではなくて、編集段階でも画像っていうのをトリミングしたとしても十分に耐えられる画質っていうのを担保してくれているって印象で、これはね、結構本当に驚いたなと。で、やっぱり何よりもね、このイメージクオリティに関して言うと、ブラックマジックローのこう色のりの凄さ、これはもう本当にこう感動的なレベルで、特に、ね、やっぱりこの肌なんですよ。肌、スキントーン、これがね、やっぱりソニーのカメラを使っていた時っていうのは、なかなかね、思い通りにいかないことっていうのが多かったんですけれども、この BMPCC4K はね、余計なことをしなくてもね、公式のラットをパッと当ててしまえば、もうそれで結構綺麗なスキントーンっていうのを出してくれて、あとは本当にね、好みでちょっとこう微調整をするぐらいで、バッチリとね、決まってくれるっていうことで、このね、色のりの良さとイメージクオリティ、これはね、やっぱり BMPCC4K、 センサーはマイクロフォーサーズなんだけれども、気にならないレベルで本当にこう最高かなというふうに思います。で、まあ、2番目の理由っていうのは、やっぱりこうダビンチリゾルブとの相性の良さなんですね。まあ、このね、 BMPCC4K を使って撮影する場合っていうのは、ほぼほぼもう間違いなくダビンチリゾルブを使って編集することになって、っていうのはやっぱりブラックマジックローでね、撮影しなきゃまあ意味ないんで、それを扱うとすればやっぱりダビンチリゾルブなんで、 4K のロー素材でありながら、とにかくね、軽いんですよ。で、これ例えば僕が使っている M1MAX のこう MacBook Pro、 これでサクサクと編集できるっていうのは当たり前なんだけれども、例えばそれ以前に使っていた、今からもうあの6年7年ぐらい前に出ていた MacBook Pro でも、このブラックマジックローっていうのは十分に編集できるぐらいの軽さなんですよ。それだけのイメージクオリティがありながら、この軽さっていうのはね、で、本当にね、こう大正義だなということで、で、まあ、しかもこう BMPCC とダビンチリゾルブっていうのは同じこうブラックマジックが出しているっていうこともあって、設定とかっていうのもね、ものすごく簡単だし、デフォルトでついているラットっていうのもとにかく優秀なんですよ。なので、こうカラーコレクションだとかカラーグレーディングをするときっていうのも、もうあのラットをパンと当ててしまうとね、もうそれだけで結構しっかりとしたこう土台ができるんで、このブラックマジックとダビンチリゾルブの相性の良さっていうのはね、使えば使うほど感動できるレベルかなというふうに思っています。
で3つ目っていうのはこうカメラ側のところなんですけれども、インターフェースっていうのが充実しているというふうな印象なんですね。例えばこう USB-C っていうのを通して外付けの SSD に直接録画することっていうのもできますし、あと音声関係では 3.5mm の TRS にも対応しているんですけれども、それとは別にミニ XLR 端子っていうのも搭載していて、 XLR 接続するカメラっていうのも使うことができるんですね。まあ、なので例えば今僕が使っているこのオクタバのマイクとかっていうのはそこで XLR を通して録音しているんですけれども、やっぱこのね音質っていうのはめちゃくちゃいいんですよ。まあ、もちろんこれはオクタバのマイクがいいっていうこともあるんだけれども、やっぱ音声のやっぱ安定性っていうのがやっぱ抜群にいいんですよね。なのでこういったこう室内撮影みたいにも決まっているようなもう状況では音を別撮りする必要がないというか、でも音質はねいいんですよ。であと他にもこの BMP-C4K ってフルスペックの HDMI 端子っていうのがついてるんですね。で今のこうデジタルカメラっていうのはもう結構もうHDMI 端子っていうのを搭載するのが当たり前だと思うんですけれども、フルスペックじゃなくてこうミニ版ね、マイクロ版の接続端子っていうのを搭載していることが多くて、やっぱりそれだとどうしても接続がこう甘くなってしまって急にこう画面がブラックアウトしてしまうことっていうのがあるんですけれども、フルスペックだとまあそういったこう心配がないっていう感じ。やっぱりこの辺のねこうカメラ側のインターフェースっていうのも充実していて、こういったこう室内撮影なんかでは必要十分なものっていうのがもうすでにこうカメラ側についているっていう感じですね。で4つ目なんですけれども、これがねこの BMPCC4K のある種こうデメリットっていうのとこう関わる部分で、僕がこの BMPCC4K を使い始める前に心配だったポイントっていうのが大きく分けて3つあって、1つがやっぱりオートフォーカスがついていないっていう点なんですね。で2つ目がもうこれはもうすでに各所で言われているんですけれども、バッテリーがとにかく持たないっていうバッテリー問題。3つ目がこう記録媒体の問題で、どうしてもこうブラックマジックローっていうかなりこう容量の大きなデータっていうのを扱うこともあって、普通のカメラで使うような SD カードなんかでは転送速度っていうのが間に合わなくて途中でこう撮影が止まってしまうとかっていうふうなことも言われていたりだとか、あとまあ単純にこう記録媒体のコストの問題っていうのもあったんですけれども、この3つの問題っていうのが実際にこの室内撮影で使ってみるとさほど気にならなかったというか、で特にねこうオートフォーカスの問題に関してはもう最初はね結構慣れるのは大変かなっていうふうに思ったんですけれども、実はこれ室内撮影においては逆にオートフォーカスがないことっていうのが個人的にメリットに働くことっていうのもあって、っていうのも BMPCC4K の場合っていうのはマニュアルなんで、もうピントっていうのは置きピンで、まあ、僕の場合だいたいこっからまあだいたいこの辺ぐらいの距離でピントっていうのを合わせるようにしているんですね。まあ、なので前後したところでピントを外れることっていうのはないんだけれども、でこれのおかげでねこうやってこうピントを置くことによっていいことっていうのが一つあって、それはねモニターをね確認する頻度っていうのが明らかに減ったんですよ。でオートフォーカスのカメラを使っていた時っていうのは、例えば今こうやってこう商品なんかを紹介した時にどっちにピントが来ているんだろうかっていうのを確認するために結構モニターっていうのに目をやる機会っていうのが多かったんですね。でそうするとどうしてもこう目線が動いてしまうっていうのが結構編集したりしてて気になることっていうのもあったんだけれども、この BMPCC4K の場合っていうのはもうピントっていうのはもうカメラがどこにピントを追っているのかっていうことじゃなくて、僕がこうどう動くのかっていうところなんで、実際はピント確認をする意味っていうのがもうないんですね。まあそういうこともあってこのレンズからこう視線を外すことなく録画がしやすくなるという、そういったね実はメリットっていうのもあって、このオートフォーカスはね個人的にこの室内撮影においては全然問題にならなかったです。はい。であとはこうバッテリーの問題に関してもこの室内ではもう AC からね電源を取っているっていうこともあってバッテリー切れを起こす心配っていうのもないですし、あと記録媒体に関してもサムソンの T5 っていう SSD に直接録画しているんですけれども、これを使っている限りにおいては録画に失敗するっていうことも一切ないんですね。でしかもこの外部の SSD に直接録画するっていうことで編集っていうのがすごく簡単になるんですよ。いちいちこうデータっていうのを転送する必要っていうのがなくて、その SSD を引っこ抜いて SSD にデータが入っている状況で編集をして書き出しするっていうことができるんで、 PC にデータっていうのを移動する必要がないんで、容量っていうのはこの PC 本体の容量っていうのを圧迫しないんですよね。
で、このね、運用っていうのが個人的にめちゃくちゃ気に入っていて、まあ、最初はこう外部の SSD に録画するってなると、その分こうカメラも大きくなってしまうし、 SD カードとかで録画したいなというふうには思っていたんですけれども、実際この室内撮影においては SSD に直接録画して、でそのSSD で直接編集するっていうね、ワークフローが、これやってみるとめちゃくちゃハマったかなというふうに思っています。まあ、なのでこの室内での撮影においては、こういったこうデメリットっていうのが、まあ個人的に使っていけば使っていくほど気にならなくなっていくというか、まあ、もちろんこのカメラを外に持ち出すっていうふうになると、オートフォーカスがなかったりだとか、あと手ブレ補正がついていないっていうことは、まあ問題にはなるんだけれども、この室内のいわゆるこうスタジオカメラとして使う場合は、その手のデメリットっていうのは使えば使うほど感じなくなるなというふうな実感です。で、最後の5つ目の理由なんですけど、こうトータルコストっていうのが思ったよりも安く済むっていう感じで、まあ、そもそもの BMPCC4K っていうのはシネマカメラでありながら、今のところ多分14万円ぐらいで購入できて、中古市場とかだともう10万円を切ってくるような筐体っていうのも結構出てきている状況なんですね。で、しかもマウントっていうのはマイクロフォーサーズっていうこともあって、結構もう安いレンズっていうのがいろいろあって、ちなみに僕が今使っているレンズっていうのも 20mm の F1.7 っていうレンズなんですけれども、これも多分ね、今中古で買うと2万円ぐらいで買えるようなレンズなんですよ。それでも結構ちゃんとした写りになるっていうことで、実際これより前に使っていたソニーの APS-C カメラにシグマのレンズっていうのをつけたセッティングと、どうしてもこう SSD とかの値段っていうのはかかってくる分はあるんだけれども、それでもね、そんなに大きな差はないんですよ。で、イメージクオリティに関してはもう明らかにやっぱり BMPCC4K の方がいいんで、やっぱりこの辺もこうマイクロフォーサーズの良さっていうのが、このコスト的なところにも現れているのかなというふうに感じています。はい、というわけでね、この BMPCC4K をこの室内用のね、スタジオカメラとして使い始めて2ヶ月経つんですけれども、今挙げた5つのポイントっていうのがこの BMPCC4K のストロングポイントだなというふうに思いました。例えば YouTube の撮影用にこうスタジオカメラを考えられている場合とかっていうのは、この BMPCC4K、 シネマカメラっていうとどうしてもこうちょっとこうとっつきにくい印象があるのかもしれないですけれども、使い始めてみるとそのスペックと使いやすさにはきっとね、感動するんじゃないのかなというふうに思うんで、まあ2022年になってね、こう YouTube 始めようとかって思われる方には、この BMPCC4K でシステム組むっていうのは全然ありなんじゃないのかなというふうに思っています。というわけで、今日はブラックマジック 4K をスタジオカメラとして2ヶ月使ってみた印象っていうのを、まあ動画にしてみました。BMPCC4K でも発売されてだいぶこう時間が経つカメラではあるんですけれども、まだまだ全然現役で使えるカメラだと思いますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。というわけで、まあ、こんな感じで日々動画更新しておりますし、またね、 BMPCC であったりダヴィンチリゾルブに関する動画っていうのも上げていこうと思いますので、もし聞いていただけましたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。